超軍としいです。さあ、今回は、昨日のね、大宮アルディジャーの、甲府に、まあ、負けたというか、敗戦によって、まあ、ほぼほぼね、J3 降格の2チームが、まあ、決定したと、俺は思っているんですけれども、今回その大宮アルディジャーと津軽金沢、この2チームのですね、個人的に J2 個人残留してほしい選手、なんなら J1 個人昇格してほしい選手みたいなことで、ちょっとね、まとめてみましたんで、他の、J2 チーム、J1 チーム、こういう選手今いますよ、青田がいですよ、草刈り場ですよ、っていう感じでちょっと紹介できればなと思っています。まあ、この今回の選定の、基準としては、残りの契約年数だったりとか、パフォーマンス、今シーズンのパフォーマンスね、あとはこれまでのストーリーだったりとか、で、彼、選手個人の能力だったりとか、そんないろんなものを含めて、俺的にこの、J3 では見たくないなというかね、J3 に行ったらもったいないよなって思う選手をちょっとピックアップしました。ご覧ください。正直、大宮アルディジャーに関してはね、制限が昇格する、J2 昇格、再昇格するにあたって、ちょっとライバルになるかなと思いますんで、ぜひともね、J2 の皆さんには引き抜いていただきたいっていう選手を紹介します。じゃあ、まず大宮アルディジャーから、何人かいますけど、ゴールキーパー笠原、すごい良かったですよね。笠原はね、パフォーマンスというかさ、失点数はさ、全然減らなかったわけなんですけど、彼のところで。でも、やっぱり、めちゃくちゃチーム救ってたっていうのは、すごくみんな、疑いの余地ないんじゃないかなと思うし、ゴールキーパーとしての能力、総じて高いと思うしね。そこら辺はすごくいいなと思ったんで、紹介しました。あとは、サイドアタッカー結構大宮優秀なんですよね。大宮、岡庭と飯田。まず岡庭に関してはクロスの質が抜群に高い。めちゃくちゃ良くて。で、大宮はね、最近はね、4-4-2 ベースでやってるんですけども、右のサイドバックの選手なんですけど、岡庭って。岡庭が1個上がって、左サイドバックが残ってみたいな。逆もあるかもしれないですけどね。あとボランチが降りてみたいな。3バックを作って、サイド上げてみたいな感じで、岡庭がめちゃくちゃ威力を発揮してたと思うので、ね。で、この間の甲府戦も本当クロスバンバンいいの上げてましたし、まだまだ多分若いと思うので、これから全然可能性あるかな。っていう選手、あとは飯田ですね。飯田はね、確か京都サンガから完全だっけ、レンタルだっけ忘れちゃったんですけど、やっぱね、質は高いんでね、結構ベテランに差し掛かる、ね、年ではあると思うんですけども、彼の能力は本当高いと思ってるから、ぜひね、J2 以上で見たい選手かなと思いますね。あとは、ミッドフィルダー以上でいうと、まず小島はめちゃくちゃ俺のおすすめの選手で、本当に能力高いですよ。やっぱ技術がめちゃくちゃ高いし、めちゃくちゃ脱力できる選手なんで、ボールをもらう時の動きだったりとか、ボールをもらう前の動きだったりっていうのはすごく上手で、ボールもらう前にちゃんと周り見てるから、ロストも少ないし、パスだったりとか、トラップの技術ももちろん高いですし、あと本当にね、いい感じで脱力できてるし、守備でも結構頑張れるっていう選手なんで、後から紹介する津軽の藤村の上位互換みたいな感じの選手かなって思いますんで、もう J1 のクラブはぜひ、俺は J1 に行ってもおかしくない選手かなと思ってるぐらい。あとは、アンジェロッティと室井、この2トップかな。室井はね、めちゃくちゃね、守備が上手だなと思いますね。もちろん確かに得点力みたいな部分はあんまりまだかもしれないですけど、それ以上に、それを補ってあまり得るぐらいの守備力は持ってると思うし、結構欲しいチーム多いんじゃないかなと思います。あと、アンジェロッティはもうみんな知ってると思うけど、ほんと言わずもがなですごく質の高い。左利きであんだけ身長あってみたいな、で、守備もちゃんと頑張れるしみたいな感じのブラジル人の選手は、やっぱ欲しいですよね、みんなね。どうぞ取ってってください。続けてじゃあ、津軽の話をしていきますか。津軽で、残ってほしい選手。何人かいるんですけど、まず、ディフェンダーから行くと、ノリ。かな、山本のりみち。のりみちはね、ジュビロ磐田からのレンタルなんで、このままのルートで行くとジュビロ磐田に帰ると思うんですけども、多分ジュビロがね、ちょっとなかなか出れなさそうなのね。正直ね。だから、津軽に来たっていうのもあったんですけども。だから、ノリは、津軽を救うことはできなかったと思うんですね。残念ながら。俺もノリ、すごくね、頑張ってくれたんですけど、ちょっとね、ノリがね、生じ化してたっていうのがちょっとあったんだよね。ノリ最初めちゃくちゃ良くて、大宮戦の後半とかくっそ良かったんだけど、でもやっぱり徐々にやっぱ生じ化していってしまったので、やっぱね、やっぱチーム全体の問題だったんだなっていうのはすごく感じますね。生じを支えられなかった津軽金沢全体の問題だったのかもしれないね。それはいいとして、ノリはね、やっぱセンターバックとしての能力すごく高いし、攻撃面もすごくセンスあるし、で、彼ファイターでもあるんで、対人すごく厳しくいける選手であると思うから、やっぱ彼欲しい選手いっぱい、チームいっぱいあると思うから、センターバックでちょっと年齢がね、ベテランに差し掛かってて、準備力ある、本当優秀な、攻撃面も高い、優秀な選手欲しいな。まだまだ彼はできると思ってる。俺はめちゃくちゃノリのこと応援してるから、
うん。まあ、ここでこう、埋もれて欲しくないなっていうのはあります。そして長峰は左サイドバックの選手なんですけども、左サイドバックとしてはめちゃくちゃね、やっぱね、評価が分かれる選手だと思ってて、長峰は。やっぱ守備面ちょっと怪しいところもちょくちょくあるんですね。抜かれたりとか、ミスだったりとかあるんですけども、ただ、長峰はね、攻撃面めちゃくちゃ俺はいいと思ってて、ポジショニングのセンスだったりとか、クロスの質、まあ、すごくね、高い選手だと思っているし、サッカー IQ が結構高いかなと俺は思ってるので、長峰、やっぱね、まだ J2 で落ちてほしくないな、J2 以上にいてほしい。なんかちょっと覚醒しそうな感じも俺はあるからね、長峰君ちょっと期待してます。そしてミッドフィルダーより上で言いますと、まず藤村はね、今シーズンの副キャプテンというか、まあ、ゲームキャプテン務めた時もあった選手なんですけども、やっぱ環境を変えた方がいいと思う、俺は。彼はね。やっぱね、もうここ数シーズンのね、彼の強度の低さはね、やっぱね、目に余るものがあるんで、ちょっともったいないですよね。やっぱちょっと王様扱いするとやっぱりあんま良くないのかなっていう選手であるかなって思うし。ただ逆に言えば、そうじゃなければめちゃくちゃこう質が高い、キック持ってるし、全然大橋がいたところはめちゃくちゃ守備力も高かった選手だし、ボールもらう前の動きだったりとか、本当に素晴らしい選手ですよ。だからね、全然ね、フリーキッカー欲しいチームは、どんどん彼狙ってください。まあ本当に正直彼に制限必ずは結構助けられてきたから、もう、楽になってほしいかなっていうのはちょっと思いはあります。うん。そして、梶浦くんはね、19歳なんですけど、俺はね、今シーズン一番、頼りになった選手かなと思います。つかもう申し訳なくて、梶浦にも俺は。19歳で FC 東京から修行しに来てくれて、もう本当にね、先輩どもがね、本当にヘタレどもばっかだったと思うんだけども、なんか、ここまで来たら気持ちしかないみたいなやつ、言うことを奴ら言ったし、うん。でもその中で梶浦くんと、まあ、あと一部の選手、長峰とか奥田とかだけはさ、やっぱさ、理性的にね、それ以前にやっぱやるべきことあるだろっていうことで言ってて、まあ、若い子の方が、ね、やっぱ優秀だったかな、制限はね、今思えば。今シーズンはって思うからね、梶浦くんにはもう本当感謝しかないよ。あんだけ走れてさ、ボール持った後も質も高いし、で飛び出していけるようなタフネスのある選手っていうのはなかなかいないから、FC 東京戻るのかわかんないけど、でも J2 以上にはいてほしいな。本当ありがとうね、梶浦くんね。そして石原と奥田、アタッカーで言うと、石原はね、なんかね、なぜ強い県に来たのか、そもそもそれが俺は不思議だったぐらいの選手だったんですけども。だってね、仙台でさ、バリバリやってて J1 経験もあんだけ豊富な選手なのに、で、しかも両サイドバックできるし、両サイドハーフできるみたいな、すごくね、貴重な選手なんですけど、なぜか制限はサイドバックで使うことはせず、本当に彼の良さを生かせなかったっていう感じだったんで、本当今シーズンね、ずっと苦しかったと思う。なんか最後のところはスタメンでも出ることができなくなって、本当もったいないシーズンだった。彼を使いこなせなかった。制限はね、めちゃくちゃ悔しい俺も。もう石原のクオリティの高さはもうみんな知ってると思うから、もうぜひぜひ、J1 でも全然できると思うけどな、無理かな。なんか欲しいチームいっぱいあると思うけどな、石原はな。帰ってほしいな。いいチーム行ってほしい。そして奥田くんはね、長崎からの確かレンタルなんで、まあ長崎帰るのかなと思うんですけども、サッカー IQ が高いと言いますか、めちゃくちゃね、上手ですね。最後のシーズンの最後のぐらいは、本当彼が一番の切り札みたいな、攻め手になってた感じはしたんで、あと坊主にしちゃうみたいな、気合の入り方だったりとかさ、責任感の強さっていうのも結構魅力ですね、彼のね。あとは加藤純也はもうすでに噂出てるからね、もうチーム離れますと、当たり前ですよ。あんだけもう抜群の成績に残しておいてさ、9ゴールも上げたんけ、今年。あんだけの、クソみたいな攻撃サッカーだったんだけど。でもまあ、こうね、加藤純也に救われたシーンは多かったね、本当にね。すごかった。今シーズンの影の MVP と言ってもいいんじゃないかなと思う。まあ、サイズはないんですけど、その分やっぱ間受けしたりとか、狭いスペースでも技術を発揮できる技術の高さ、魅力的ですね。ね、群馬からね、主力も引き抜いたし、こう、監督もいながら引き抜いたんですけど、こうなっちゃうとはね。あとは木村雄大くんかな。うん、木村雄大は京都サンガからのレンタルでもあるんですけども、まあ、覚醒させることはできなかったね。まあ、俺はちょっとまだ、ヤツさんってさ、やっぱさ、めちゃくちゃさ、やっぱストライカーを覚醒させてきた監督だと思うんですけど、若い選手をね。まあ、でもやっぱ彼を覚醒させるにはいらず、やっぱこれはチーム全体の問題だったと思うし、ただ、彼みたいな、まあ、パワーあって、あと日本人離れしたフィジカルとスピード、パワー、めちゃくちゃ持ってると思うから、あとはゴール前の冷静さだったりっていうのを身につければ、すごいストライカーになる可能性はあるかなと思うから、やっぱ J2 以上でやってほしいなって思う。J3 にいる選手ではないと思う、俺も。日本代表だしね、U22か、21の。もうどんどん上のレベルだってほしい。あとまあ、決定機を外して泣いちゃうみたいなシーンもあったんですけども、まあ、全然気にしなくていいと思う。頑張ってくれたよ。本当にみんなで。
まあ君が本当にああいう涙見せてくれたことが結構俺のとしては救いだったりするからね、本当にお疲れ様ありがとうございました。あとはまあやっぱヤンツーさんかな。ヤンツーさんはね、まあこういう結果にはなってしまったんですけども、やっぱね俺はまだね愛してるんですよね、ヤンツーさんのことはね。まあ制限サポーターも結構そういう人多いと思うんですけど、やっぱ愛すべき人なのよ、ヤンツーさんっていうのは。おじいちゃんだけどね、頑固じじいなんだけど、愛すべき頑固親父なんですよ。彼がやっぱ0から1を作るのが本当にすごい監督だと思うの。本当にプロとしてまだまだ経験浅い選手だったりとかチームだったりっていうのを、まあ、やっぱその1個レベル上げるというか価値を上げれる監督だと思うから、本当名将なんですね。ヤンツーさんがやっぱ必要とされるべきクラブっていうのはたくさんあると思うしね。まあまだちょっと J2 下位とかさ、J3 で下位とか、まあそういった感じのクラブがやっぱヤンツーさんを取ってやっぱ上がっていく姿を見たいし、まあ今は俺はヤンツーさんに拍手もできないしブーイングしちゃうと思うけど、まあでもどっかいつかでまたちょっと時を経て会うと愛情が湧いてくるんじゃないかなとまた思うので、今それに対しての先行投手というか、ヤンツさんもまたどっかでね元気な姿見せてほしいです。やっぱこう背中丸めてさうなだれてるようなヤンツさんも見たくないから、似合わないからさ、あんな自信満々でちょっとオラオラ系のまだまだこう若くて現役バリバリのヤンツさんまだまだ見たいから、どっかでまた会えることを祈ってます。はい、っていう感じで以上ご視聴いただきましてありがとうございました。本当に大宮アルディジャと制限金沢の愛すべき選手たちを、どんどんね J2、J1 の皆様は取っていっていただきたいと思いますし、そして J2 の皆様本当に、今までありがとうございました。さようならしばしの間お別れです。そして俺は海へさようならです。お疲れ様でした。超バイバイ。